こんにちは、荒木和弘です。令和4年、7月22日金曜日のショートメッセージをお送りします。今金沢のホテルで、撮ってます。昨日ライブご覧いただいた方々ありがとうございました。またアーカイブで、ご覧いただいてない方はぜひアーカイブご覧ください。でまずちょっとお詫びです。昨日のショートメッセージで、旧統一教会系の新聞でですね、統一日報って書いてしまったんですが、統一日報間違いで世界日報の間違いですね、双方に大変失礼をいたしました。改めてお詫びを申し上げます。前の日の方はタイトルのところにそのようにちょっとお詫びを書き込んでいるところです。でさて、今日話するのは、その昨日の話と続きになるかどうか分かりませんが、ちょっと心の話です。人間いつか死にます。人間の死亡率は 100% ですね。どこで死ぬか。で今コロナで、なんか急に増えて、いますけども、でもそれほど前ほどは大騒ぎにはなっていないですね。で、しかし出始めの頃、これもうコロナ一体どんな風になるか分かんないという時、ものすごいみんな不安がありました。で志村けんさんが亡くなったりしたもんでですね、もうかかったらもう一発で死ぬんじゃないかとか、そういうふうに思ったという恐怖感が、みんな持ってたわけですね。で、それ今だいぶ慣れたとは言えるんですけども、しかし別にそのコロナってそんな死亡率が高い病気ではない。病気によってはもうこれで、かかったらおしまいというような病気も少なくはないわけです。でそうじゃなくたって、年取ればどっかでみんな死ぬわけですよね。で死ぬということの恐怖感から逃れるためにというと言い方はちょっと悪いんですけども、それをどういうふうに、心の中にこう織り込んでいくかということの中から、ある意味で言うとその宗教に救いを求めるということは、十分にこれあり得ることですね。これはもう仏教であろうがキリスト教であろうが、神道の場合ちょっとまた違うかもしれませんけども、そういうようなもので一体世の中ってどうなってるんだろうと、それを知りたいという思いがそういう信仰の道へと進むのではないかというふうに思います。で、我が家は曹洞宗なんですけども、あんまりそんなこういろんな教義ばったことは言われませんけどね。でも時々お寺行って、修正義ですとか、そんなのこう読むと、本当仏教っていうのは宗教というよりもなんかこう論理学みたいな世界ですから、世の中こういうふうになってるんだよというようなことをですね、教えてもらうということにもなる。で、神道になると今度はもうそのもっと大きなというか、自分たちに生かされている一つの大きなこのものに対する恐れとか、あるいは崇拝の念とか、そういうものを象徴している感じがします。これはみんな私別に宗教専門じゃありませんから、なんともですね言えないんですけども、そういう部分もあるんではないだろうかと思います。で宗教は私は持ってた方がいいと思うんですね。いろんな方、宗教というか信仰ですかね、信仰心、何か自分がですね、自分で一人で生きてるんじゃなくて、何かに生かされてるというような思いを持っていくことはすごく、大事なことではないだろうかなというふうに思います。大昔ですけど、あれは大学生ぐらいの時だったかな、私の小学校の同級生で、創価学会、熱心な創価学会がいてですね、とってもいい男だったんですよね。その彼にちょっと呼ばれて、で、学会風に言うと釈服ですか、それをやられたことがありました。で、その時僕が自分ね曹洞宗なんで、そういうようなことでですね、般若心経の話とかしたらば怒られてですね、君は別の宗教を持ってるなというふうに言われて、いたことがありました。で、それは要は日蓮宗宗の場合はね、結構排他的といえば排他的、その代わり行動力はあるんで、それ以外のものは間違いだというふうなことだったんでしょう。そういうふうに言われたこともありました。でもその彼はもうとっても本当にいい男です。もうとっても真面目でですね、誠実な男でした。だからこれ私もいろんな宗教の方々お付き合いをすることあるんですけども、本当に皆さんいい人ですよね。
で、まあ、それはそういう気持ちを持つってことは大事じゃないかと。ただ、まあ、その言われてるような、それが変に暴走してですね、もう犯罪的に他のものを排除したりするようなことになったら、これはもう法律の世界で裁くしかありませんけども、そうでもない限りはですね、やっぱりそれぞれの心の中にそういういろんな思いを持っていたら、いいんじゃないかなという感じはしております。で、一つ、これは全く関係ない話、関係ないというかですね、冗談話、真宗殿と言いまして、新日本宗教団体連合会だったかな、要は創価学会以外の新宗教の集まっている、団体連合会なんですけども、あれですね、立正佼成会とか PL 教団とかですね、いくつもの教団が集まっている団体があります。で、そこで1回ですね、1年間かけて全国のその支部で、勉強会を、拉致問題の勉強会をやるというふうにやってくれたことがありました。で、私も結構あちこち行ってお話をしたんですけども、本当皆さん真剣に聞いていただいてありがたかったです。で、その途中でですね、どこでやった時だったかな、うちは事務局の人たちのこう集まり、いろんな教団の人がいるわけですね。で、そこで話をしていて、ちょっと冗談話でですね、私が結局だから一番悪いのは、その時に、結局だから一番悪いのは金正恩だろうという話になったんでね。で、そこで私が冗談話で、どっか呪い殺してくれるとかそういうとこないんですかねって、言ったことがありました。したら、その中のお一人の方が、さ、うちの理事長のとこなんかいいんじゃないかと、もうこう山の中こもってこういうふうにやる、ところだからというようなことを言ってました。当時の理事長っていうのは、拉致問題一番すごい熱心にやっていただいた、仙台の対話教団の穂積理事長、教授だったんですけども、そこではあの、まあ、そんな話が出てですね、みんな一同爆笑したというようなことがありました。呪い殺すまではともかくとしてですね、やはりそういう方々に本当に、もちろん行動はってことはあるんですけども、こう被害者のために祈っていただきたいとか、そういうことを申し上げた記憶がございます。ともかく心の問題ってものすごく深いですし、人間一人で生きてるわけではありませんから、やっぱり自分の心に向き合ってですね、弱いところを改めて、自分でこう認識していくということは必要じゃないかと思いました。今日は偉そうなことを申しましたけども、心のお話でした。今日もありがとうございました。